チーズと大葉が相性抜群、身近な食材で作れるアジとチーズのレモン南蛮をご紹介します。今回使用する EU 食材はこちら、赤パプリカ 1/2 個は千切りにします。玉ねぎ 1/2 個は薄切りにしましょう。大葉5枚は千切りにします。ハンガリー産蜂蜜大さじ2、イタリア産レモン汁大さじ4、醤油大さじ1と1/2、マルタ産レモンソルト小さじ1/2、水 150cc を入れて混ぜます。赤パプリカ、玉ねぎを加え、デンマーク産フレッシュチーズ 100g は手でちぎりながら加えます。なじませるように混ぜましょう。アジ4枚は食べやすい大きさに切ります。塩少々と片栗粉大さじ2を全体にまぶしましょう。ポルトガル産トラスオスモンテス PDO オリーブオイル大さじ2を入れて中火で熱し、アジの皮目を下にして入れ、焼き色がつくまで焼きます。裏に返し、火が通るまで2分ほど焼きましょう。バットにアジを加え、味がなじむまで10分ほど置きます。器に盛り、大葉を乗せて完成です。ルーマニア産レアルマーレ PDO 白ワインと相性抜群。お近くの輸入品取扱店やネット通販で購入して試してみてくださいね。